ございます。ケツです。今は朝からミッションエリアに立ち寄って、ここでねなんか買っていこうかなと思ってます。で、後でね夜ドリキンさんに会うんで、それでドリキンさんとドリキンさんの同僚さんにお世話になったあのドローンのねバッテリー貸してもらった同僚さんになんかお土産でも持っていこうかなと思ってますんで、ここのね有名なカフェがあるんですけど、サーチンベーカリー、ここね、ここでちょっとパイ買っていこうかなと思います。すごいいい感じ、おしゃれな店で、店内いい感じやな。でも朝でも混んでますね。パイはあと20分待たないとできないらしいので、ちょっと20分待とうかな。ペストリーがね結構ね美味しいんですよ、ここね。キッシュもある。美味しそうやね。あとオープンフェイスサンドイッチっていうのがね結構うまいんですよ。パンがカリカリしてて、あ、そうそう、この間ねサーチンマニュファクトリーっていうカフェもここの支店で、ここが本店です。はい、無事ゲットしました。で、こんな行列できてるもん、今見たら。ランチタイムにサッカー場に来ました。同僚がスポーツモード試してるんですけど、すごいですこれなんかティルトっぷりが半端じゃない、めっちゃ速い、ウォーすごいなこれ、めっちゃ速い。なんかコントローラーのセッティングでやらないとダメみたいですね。あの DJI GO でセッティングオンにしてからコントローラーについたスイッチをスポーツモードにしないとアクティベートできないみたいですけど、うわすごいな。今からドリキンさんに会ってお金を渡しに来ます。顔真っ赤っかやね会いました。これが私の GoPro ですね。もう撮ってるんですか。それ撮られてますよ。あ今ね家でねこの空撮映像をね編集してるんですけど、やっぱりね無理ですね。空撮のちょびっとだけやったら今のあのノーパソでも編集できるかなと思ってやってたんですけど、ちょっと見てくださいこれ。色も鮮やかになって綺麗に編集できてるんですけど、ものすごい時間かかるんですよ、ワンアクションワンアクションが。だからねちょっと無理とか思って、やっぱり空撮映像は iPhone で、編集しました。でもやっぱりこれ使いたいな。あのやっぱりねグラフィックカードが壊れてるのかなんかでおかしいです。で Amazon からねこれも届いたんですよ。この間2日前かな3日前かな買った2日前やったっけ、このノーパソのクーラー、これ結構ねアマゾンで、なんか人気商品でした。でこうやって使うんだろうね、こんなん使うの初めてやから、ちょっと
ここがね、このパソコンのこの添付機のところが熱くなってるのは確かやからね、別にこれ返品する必要ないかなと思ってるんですけど、開けてみましょうか。こんな感じで、なんかいろいろついてるけど、これちょっと今日はもう遅いから取り付けるのはあれかな、時間タイムオーバーなんで、とりあえずこんなん買ったっていうことで、明日ちょっと取り付けてみます。すいません、ちょっと今日はそんな感じです。もしこの動画を見て面白いと思っていただけたら、いいね評価を、あとはチャンネル登録まだっていう人はチャンネル登録お願いします。それでは。